先輩？いやね、坂本ね、見せてあげたんだよね。こう危ないよって。こういうことも起きるよっていうことをさ。坂本全然遠くにいますけど、今。坂本、あれ、あ、見ててくれなかった感じ。見てない。見なかった感じ。見てないっすね。悲しいね。普通に取りに行ってましたね。もの。最悪だよ、あんた。この命をかけてさ、示したのにな。未来を。あ、すごいな。なすりつけられるところないのにな。こうやって生きることもあるんだ。こうやって死ぬこともあるんだってさ。命の授業をしたのに。あ、よ、よ。はぁ、怖かった。ねえ、しょうがない。はあ、しゃあなし、しゃあなし。まあ、見てなかったならいい、いいよ、いいよ。いるいる、そういう人。あ、でも坂本なんかね、もうね、なくなっちゃった、あれが。何？松明作れる、石炭が。いや、そう、石炭今、なくて困ってるかな。もし、あれ、坂本あれ知ってる？木炭から、木炭を作るやり方って知ってる？わかります、わかります。なんだ。なんだ、知ってるんかい。うわ、先輩ずらしようとしたんだな。木炭知ってん？マウント取る。あ、そうそう。じゃあ、坂本あれ、昆布が燃料になることは知ってますか？うん、え、何、どういうこと？いやー、やっぱり知らないか。昆布はね、まだまだ知名度がね、低いんだよね。でも、昆布のことを、はいはい。君は今日知れる。え、これはでかいよ。本当ですか？マイクラの中で。いや、マジでかい。役立つ。昆布、役立つ、役立つ。昆布しか勝たんぞ、ほんまに。もうね、声でか。石炭で何かを燃やすなんて遅い。古い。あ、古いんだ。めちゃめちゃもったいない。そうなんだ。石炭はもったいない。石炭、木炭はもう松明に使うべき。ここうちです。これ見てて、いくよ。はい、ほら。え、これ1個で、めちゃめちゃ40個ぐらい燃やせるの。え、やば、私そこ。すごいでしょ。もう昆布しか勝たんよ。もらって帰ろう、1個。もらうの。昆布が欲しいなら、まあ、売ってもいいんですけどね。いや、もうもらったんでいいっす。あ、坂本、ね、坂本、あ、マグマが燃料になるって知ってました？え、知らなーい。あ、知らないんだ。そっか。マグマもね、ほら、こんな感じでね、実は、ほら、一番この右上のやつ。あ、ほんとだ。見て。こうやってね、溶岩入りバケツもね。これが燃料になる。もったいねえだろ、使わねえよ。なんで？え？もったいねえもん、進めたの今。だって、なかなかマグマってほら、あんま取れんの。まあ、ほら。まあ、そういうこと、これ、覚えておくといいよ。マグマ。帰ろう。覚えておくといいよ。帰ろう。うんうん。